こんにちは、ゆっくり霊夢です。ここは福山駅南口から南東に約650メートルの、今町交差点、本通りバス停付近、本通りバス停の西方面乗り場には、各方面からの福山駅前駅が停車、中国バス、イカサバスの2社により路線が運行されていて、次は終点の福山駅前です。東方面乗り場には、中国バスの、新一、中、三木、中国中央病院、加茂、雪方面、北吉津、久松台、紅葉団地方面、西深津、高谷団地、旭ヶ丘団地、高官町方面と、イカサバスの神鍋駅前、茨方面、広尾、坪尾、篠坂、笠岡方面、福山市民病院、日吉台団地、伊勢ヶ丘方面など、様々な路線が停車、中国中央病院まで約23分、430円。府中駅前まで約45分、500円、茨バスセンターまで約45分、630円、夢タウン座大最寄りの広尾まで約15分、230円、福山市民病院まで約17分、310円、IC カードは中国バスでは利用可能、イカサバスは車両によって IC カード対応状況が異なるようで、茨行き、笠岡駅などでは利用できないみたいです。今町交差点を南北方向に通る道路は本通り商店街、となっていて、福山の商業中心地として栄えた商店街、通り町、とも呼ばれています。2015年頃まではアーケードが設置されていて、福山本通り通り町、本通りファースト、という文字がアーケードに表記されていたみたいね。今町交差点の南側は笠岡町、北側は今町、という住所。今回は広島県福山市今町を散策しましょう。こちらの道筋のうち、今町、笠岡町の区域内が本通り商店街となっていて、今回は本通り商店街の北半分を散策します。ローゼ福屋という衣料品店の前には、バラが咲いているわね。戦時中は空襲により大きな被害を受けた福山市街地。戦後の復興の際に、人々の心に和らぎを取り戻そう、という市民の思いから、公園にバラの苗木を約1000本植えたことをきっかけに、福山はバラの街と言われるようになりました。福山駅から南東に約 1.5 キロのバラ公園、緑町公園にはバラ花壇が設置されていて、毎年5月にはこれらの公園をメイン会場とする福山バラ祭りが開催されていますよ。2020年度、2021年度はオンライン開催でしたが、2022年度は5月14日、15日に3年ぶりの現地開催が行われ、バラやイベントを楽しむ多くの来場者で賑わいました。ちなみに撮影日はバラ祭り開催日の2022年5月14日、福山バラ祭りの会場から離れている本通り商店街ですが、本通り商店街はバラ祭りと同日に実施された、福山を散歩ウォークのスタンプ設置箇所の一つとなっていて、この日は家族連れ、観光客などで賑わっていましたよ。宝石店、化粧品店、呉服店のほか、文久3年創業の約150年以上の歴史を持ち、茶葉の販売のほか、お茶の入れ方教室も行っている酒井茶舗、カバン、財布の修理をしてくださる白ボタン、こちらではアパートの建設中みたい、明石焼き、うどん、ヘルシー鍋、水菜鍋、すき焼きなどを提供し、様々な銘柄の日本酒も楽しめる浜丼など、様々なお店が並んでいますよ。2025年度の第20回世界バラ会議は福山で開催予定。3年に一度開催される国際会議で、バラに関する啓発、普及活動や研究に関する発表のほか、世界のバラ愛好家の情報交換の場となっているようです。1622年に水の勝成により福山城が築かれると城下町が整備され、福山城から見て東側は商人、職人が住む町人地となりました。現在の本通り商店街を含む、恵比寿町から船町にかけての、南北方向の道筋は通り町、と呼ばれ、古くから福山の商業中心地区として栄えました。今町交差点から本通り商店街を南に約150メートル進むと北浜通りと交差。北浜通り付近には1930年代まで瀬戸内海から福山城へ通じる、入り川、という運河があったみたい。物資を積んだ船の往来で賑わっていて、木綿など物品の取引を行う木綿市が建てられていたとのこと。入り川に架かる木綿橋があったそうで、現在もバス停に木綿橋という名前が残っていますよ。また恵比寿町には西国街道から福山城下へ入る際の重要な門で、
福山城下への表門として機能していた総門がありました。通り町は福山城総門と木綿一の密の重要な場所を結んでいて、このことが福山の商業中心地として栄えた理由でしょうかね。コミュニティハウスアンブレラは1階にはカフェが入居、2階では古本、ハンドメイドなどを販売しているみたい。カフェではコーヒー、ジュース、スムージーなどのドリンク、チーズケーキ、ガトーショコラなどのスイーツ、オムライス、パスタ、サンドイッチ、トーストなどのお料理を提供します。かりゆしは沖縄料理を提供する居酒屋。てびち、沖縄そば、チャンプルーなどのお料理、泡盛、オリオンビールなどのお酒を提供します。かつてはアーケードが設置されていた本通り商店街。アーケードの店街は撤去されましたが、このようにステンレスワイヤーが掛け渡されていて、アーケードがあった名残を感じられるデザイン。柱は補修などをした上で現在も残されていて、柱を囲うように植樹がされています。1928年、昭和3年には本通り商店街の一部にアーケードが設置され、約100年前にはアーケードがあったみたい。1951年に本通り商店街、本通り船町商店街のアーケードが完成し、その後も何度かアーケードの更新が行われたようです。しかし福山駅前や郊外に大型商業施設の出店が進むと、本通り商店街、本通り船町商店街のシャッター通り化が進んでしまったほか、アーケードの老朽化が問題となったため、通り町ストリートガーデン、と呼ばれる商店街のリニューアル事業が行われることになりました。地上12階建て、2013年竣工のアルファライフ本通り書店があって、山陽新幹線、山陽線の高架橋をくぐって北へ進むと大黒町。大黒町は明治6名館長の町として洋風で独特な雰囲気の商店街となっていますよ。本通り商店街は東5番ガード南交差点が北端となります。高架下にあるこちらのお店は、ボナビータ、パスタ、ピザ、バニーニのいずれかのメイン料理と、ドリンク、サラダなどがセットになったメニューを提供しているみたい。パスタ、ピザは日替わりで、パスタ、ピザ、サラダどの料理も美味しいという口コミが目立ちましたよ。パスタは特にペペロンチーノが美味しいとのことです。福山駅付近の高架は2階に山陽線、3階に山陽新幹線という構造になっています。高架下のテナントはちょっと空きが目立つかな。高架橋の敷地は今町の住所に含まれていて、高架橋以北が大黒町となっています。高架橋沿いを西に約650メートル進むと福山駅です。本通り商店街のアーケードの話に戻りましょう。2010年頃にはアーケードが築30年以上経っていたため、商店街のリニューアルが行われることになった本通り商店街。アーケードを残すか残さないかで議論になったようですが、アーケードの維持には年間100万円程度かかっていたこともあり、アーケードの店外部分は撤去されることになりましたが、柱は残して道路の上空にステンレスワイヤーを掛け渡したことにより、アーケード商店街の雰囲気を残しつつ開放的な空間に、リニューアル時に電柱の地中化を行いたかったようですが、工事は順番待ちの状態で時間がかかることが予想されたため、商店街には約7000本の樹木を、電柱の周囲に植えることにより景観に配慮、道路の中央には御影石が敷かれ、まるで公園のように自然を感じられる明るい雰囲気に、歩いてみたくなるような魅力的な商店街に生まれ変わりました。福山市政100周年の2016年にリニューアルが完了。2017年度にはグッドデザイン賞に選ばれ、優れたデザインの商店街として評価されました。リニューアル前は 30% の空き店舗率だったのが、リニューアル後は 10% 近くまで改善。本通り商店街、本通り船町商店街は新たな歴史を歩み始めていますよ。この道路は今町と宝町の境界となっています。今町、宝町の境界付近は、かつて鍛冶屋町と呼ばれていたみたい。城下町時代には鍛冶職人が多く暮らしていたのかしらね。路線バスが通る道路に出ました。今町、西、交差点で進路を変えて、東に進みましょう。道路の北側は今町、南側は笠岡町となります。福山城下では他の町に比べて、遅い時期に町が形成されたことから、今町という町名になったのではと言われているようです。
本通りバス停付近に戻りました。こちらのコインパーキングは、昼間最大500円、夜間最大400円という料金設定。自動車で本通り商店街を訪れる際は、こちらのコインパーキングを利用すると良いでしょう。本通り商店街を横断します。黒文字で、福山本通り通り長、赤文字で、本通りファースト、という文字が、アーケードにあったのを懐かしく感じる方もいらっしゃるかな。しばらく東に進み、こちらは今町東交差点、右折して南へ進むとローソン福山大黒座店があって、2014年まで映画館シネ福大黒座だった場所、東へ進むと寺町、朝日町、三好町南方面です。ベルファース本通りは地上14階建て、1998年竣工のマンション、本通りの名前を使ったマンション、ビルがいくつか見られるわね。この付近は道路の西側は今町、東側は東町1丁目となります。東町1丁目にある三宅海グッドライフ病院は、整形外科、内科、リハビリテーション科、皮膚科などの診療科を備え、365日24時間医師が常駐し、緊急外来にも対応。近隣にはこちらのグッドライフホーム今町のほか、グッドライフハウス東町、グッドライフ東町保育園、グッドライフスポーツ、三宅介護福祉センターなどの施設もありますよ。こちらの今町バス停には福山駅から、明けの星学院入り口、雪、交換病院方面、北吉津、久松台、紅葉団地方面へ向かう、中国バスの路線が停車します。今回は広島県福山市今町を散策しました。町の景色を見て感じたことや福山本通り商店街、今町の思い出、散策してほしい場所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、町をメインテーマとして、町散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。高架橋の南側を並行する道路は、楠木通り、という愛称があるみたい。高架橋沿いを少し西へ進んだ後、今町公園付近を通ってこの動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。